はい、では今回は画像について勉強していきたいと思います。HTML で画像を扱うときにどんなタグを使うのか、このときにイメージタグというのを使うんですが、文字としては IMG と書くものになります。これはですね、2つセットというよりはですね、1つでここに画像がありますという形式で使われるので、単独で使われるタグというふうに覚えておいてください。ここからここまでのスタイルではないということですね。これはここからここまでというスタイルではないと。まずはこれを押さえておきましょう。その中には2つの情報が必要になってきます。オルト属性とタイトル属性という2種類です。オルト属性はこれが画像そのものがどんなものなのかを伝えるという役割があります。オルタネイティブという言葉の略ですが、そういう意味や役割があります。これはですね、一般的な健常者の皆さんにはあまり関係のない話かもしれませんが、読み上げブラウザ、目の不自由な方が使われる、全ての内容を読み上げてくれるブラウザ、そういったものでは画像を読み上げる代わりにこれが読み上げられます。画像の代わりに、読み上げられる文章ということになります。なので必要な内容があればここに書いてあげる必要があるかもしれません。そしてもう一つのタイトル属性は非常に分かりやすいものです。画像のタイトル伝えるものになります。画像の上でマウスカーソルしばらく置いておくと、表示されるということになります。このような情報が必要になるものになるわけですが、ぜひこの2つを踏まえて、ちょっと実際に見ていきましょう。今回はこのようなファイルを用意していて、同じところにですね、イメージ JPG という JPEG ファイルを用意しておきました。このファイルを貼り付けようと思います。今の状態このようになっています。ファイルに戻ってみると、この P タグがありますので、この次に、画像を貼り付けていきたいと思います。まず IMG というタグを使います。IMG は単独で使えるので、これで閉じてしまいましょう。で、ここには、どのファイルを貼り付けるのという情報が必要になりますね。というわけで SRC ソースですね、出どころということを示す、言葉だったりしますが、情報の出どころ、この場合は画像ファイルの出どころということでソースという SRC という属性を入れましょう。これは必ず使われるものになります。イコールでダブルクォーテーションで、イメージ .jpg というふうに書いてあげましょう。そうするとこのファイルと同じ位置にあるイメージ .jpg が表示されることになります。これを保存して更新してみるとこのように貼り付けることができました。ではここに情報を少しずつ足していきましょう。オルト属性です。オルト属性は入道雲の写真というふうに書いておきましょう。で保存します。そしてこれを更新するとこのようになっていますが、特に見た目の変化はありません。ただこれがですね、読み上げブラウザの場合にはやっと、読み上げられる内容が出てきたということになりますので、入道雲の写真というふうに読み上げてもらえるということになります。ではこのファイルのタイトルも伝えてあげましょう。ここにタイトル属性をつけて、このファイルが入道雲というタイトルだったとすると、これを保存すれば更新してマウスカーソルしばらく置いておきます。すると入道雲と表示されました。これがタイトル属性の持っている役割になります。というわけで、この3つの情報を使うことで、IMG タグは基本的な動作をすることができるというのを覚えておきましょう。今回は画像を扱うイメージタグについて勉強しました。